ムテンチョムです、よろしくお願いします。お願いします。今日なんですけれども、テンチョムちゃんがホステルに連れて行ってくれるっていうことで、そういう企画を立てた。今日本命で楽しみに来た。本当に突然だったよね、この企画。そうね、本命で急に呼ばれたから。そう本当に突然なの。じゃあ今日ほんまに研究するプラス、ちょっと聞きたい、どうやったら私彼氏できるかなとか、恋愛どうしたらできるかなみたいなのを聞いていきたいな。それを聞いてたホスト行く人いんの？だって無理やん、ホストとは付き合えへんやん。だから分かんないよ、可能性はゼロじゃないからね。マジで。そう、エミの企画ではそういう企画かもしれないけど、私の方の企画ではやっぱエミの楽しませたいっていうね、男性のリハビリに兼ねて元気をさせるっていう、女性ホルモン活性化ですよ。もう最近な、天智美ちゃんのあれがすごい、はい、もうでなしがすごいよ。いやいやいや、ありがとう、頑張ってるから。ご褒美よ、ご褒美。ありがとう。ちなみに今日はほんまにこのチョコレートさんが気になるっていうのもある。そうなのよ、ヤッピーの推しやねんけど、めちゃめちゃヤッピーがめっちゃヒヒ言ってるよ、チョコレートも。マジでほんまに実物どんなもん買いに行きたいっていうのもすごい。本当に。え、じゃあこれでよかったの、ヤッピー連れてこない。いや、これで私ハマってヤッピーももうガチ恋してるから、もうバチバチ。あ、なるほどね。ヤッピーことエミーことバチバチを見てみたいわ。見てみたいわ。というわけでいきます。はじめまして。はじめまして。チョコレートです。で、今日は私は彼氏を作りたいと思って、そのためにやっぱ歌舞伎町ナンバーワンホストのチョコレートさんに恋愛相談しようと思って、はい、いました。ホストクラブに来て恋愛相談するってあるんですか、こういうこと。逆に俺がじゃあ色恋かけて俺が彼氏になるっていうのもありってことですか？それはありですけど、そんなんハマっちゃうからさ。もう ATM よ、チョコレートの ATM になっちゃうから。テンチムちゃんとね、の PV ここで。そうなんです、実は私レペゲン地球の ATM っていう曲があって、そこの PV でここ使って、そこで出会ったんですよ。めちゃめちゃ顔綺麗、マジで美味。まあ、YouTuber の人とかに言われるのもめっちゃ嬉しいですね。まあ、失礼ですけど、なんかホストさんってこんな顔かっこよくないけど、なんかチャラチャラしてるみたいな、やっぱ世間的イメージあるじゃないですか。マジ正統派イケメンじゃない。そう、写真と実物が全然違うって多いな。一緒一緒、これ素直に喜んでるやつ、素直に喜んでるやつ。え、なんかエミちょっと距離あるんじゃない。いや、でも緊張してるもん。これ毎回詰めていいのかな。それヤッピーと対応相談かな。これ絶対エビいますよ。ヤッピーだね、ヤッピー。ヤッピー息してる。ヤッピー息してる。今あんたの男狙ってまーす。最悪。はい、聞きたい聞きたい。どういう瞬間に女の子のに落ちるというか、ドキッとしますか。どういう瞬間に、やっぱあの可愛い顔してお金使ってくれてるのがちょっとエロく感じる。なんて、なんて。可愛い顔して笑顔で。笑顔で。シャンパン下ろしてくれてるのが。うわ、もう仕事モードや。シャンパンお願いします。これまでも職業病なのかもしれない。え、プライベートでプライベートは絶対にあの女の子にはお金出せない。おー、素晴らしい。じゃあプライベートで女の子に殺されたら、さすがの俺もドキッとするよみたいな仕草であったりとか行動であったりとか。気になるわ。聞きたい。何やろ、飲みの場とかで酔っ払ってる女の子がちょっとドキッとする感じ。エロい意味じゃなくて。そうなんだ。簡単にさ、持ち帰りそうな、うん、いや違う違う違う、そんなんじゃなくて、持ち帰りたいとかじゃなくて、酔っ払ってる時の女の子って手弱く見えるやん、一層酔っ払ってきちゃった。それさ、あ、エミリーがなんか息してる。酔っ払ってきちゃった。思ったのよ、意識してるからお酒を頼んで、やだ、緊張してるってのもある。あ、ドキドキしちゃってんだ。やっぱ聞きたい、ちょっと本当にリアルな男の部分が見たい。わかるわ。チョコレートの、え、じゃあ私ちょっと質問してもいい？いい女だなっていうふうに思う女の特徴。いい質問。あのホストしてるとかする前から共通してることで、はい、彼氏を立てれる女の子。あ、女友達とかでこう女子会とかしてるときに、彼氏の愚痴とかを言う女の子、俺あんま好きじゃない。女子会やだみたいになってるのが分かんねや。男の愚痴大会みたいになってるもんね。それを聞いてて、お互いこう彼氏を合わせますってなった時に、こんな顔して言いたいの。確かに立ててほしいなってのね。まあ、悪口言わないっていうのはね、大事ですよね。どうよ。え、言わないよ、チョコレートの悪口は。まあ、多分俺の悪いとこも話なんし、これから知っていこう。いいとこも含めて。え、かっこいい、どうしよう。女の顔になってない。今ヤッピーの気持ちが分かった。このチョコレートさんに貢ぐ全女子の気持ちがほんまに分かる。ちょっと貢ぐって言い方悪いな。ATM で違う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 大丈夫ですか。これは建築ちゃんあるからいける。特別があるからね。いけねえよ。かっこいい。うわ、勝手に一気してる。お、わ、素晴らしい。こういう感じかと思った。あ、女はもう任せてくれ。だからホストホストしてないんかなって。確かに、してる。一番最初の質問にさ、お金いっぱい使ってくれるから。確かに確かに。それは設定的に、キャラ的に。あ、キャラ的に、キャラ的にね。どういうキャラで売ってるんですか。ちょっとあの、強めの。結局日本人女性の私 8.5 割は M やと思ってるんで。わかるわ。結局好きなんよ、そういうの。わかるわ。ちょっと強引に行かれたい。強引に来てほしい。
ごめんなさい、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 俺もあのウーバーイーツしか出てこいもん今俺見てるからマジで。いやだからほんまにもう家でウーバーイーツ撮ってた女が初めて外に出て、まあ男の味を覚えようとしてる。ウーバーイーツのケンタッキーの味から、ケンタッキーの男の味にパネルサンダースから超高冷凍にやっぱリハビリしたいんですよ私は。結構私20歳から26歳までマジで男の子とそう関わってなくてリハビリも変えてるんです。そうそういうことなんです。そうそうそう、ちょうど同い年ってことで。同い年なんです。あーそうなんだ。平成5年かな。平成5年みんな試すね。うん、みんなためじゃあ、あ、酔っ払ったお客さんっていう設定で、うん、ちょっと強引に迫ってきてほしい。はい、よーい、スタート。はい、酔っ払っちゃった。大丈夫？やばい、今私じゃあ、もうラストオーダー間近いからさ、うん、ちょ、酔ったふりせんでいいから。酔っ払ってる。こういう強引じゃないな、こういう強引になってまうわ。で、あとホストだね、本当にアルマンド入れられそうになったアルマンドで済んだらいいかな。お客さんって、手ってお願いしたから。手って、辛い顔しないで。いや、でもな、好きになっちゃう、これは。エミネ、恋してこ。プライベートでもう一回やってみない？これは彼氏彼女って設定だって。え、彼氏と彼女になってくれんの？設定だってもじゃあまずはお互いいい感じのプライベートでいい感じのパターンやってみよう。その時に彼かのバージョンやってみよう。オッケー、全部やってくれないんや、最高。プライベートの普通にエミニーチャンネルとチョコレートが普通に飲みに来ましたのいい感じ系やろ。いやでもあれですね、あ、この間ありがとうございました。ありがとう。楽しかったな。楽しかったな。映画面白かったな。面白かった。ごめんなさい、ごめんなさい。インターネットガチセレしてるよ。なんか言いたいことあるなら全然聞くけど。かわいいな。ほんまに思ってるそれ。え、マジで。やば、俺今日めっちゃ喋られてどないしよう。え、エミリーあんたすごいよ。ホストをガチテレさせてるよ。確かに今日が出てるから、うん、これ彼氏できるよ。これ彼氏できる。ちょっと待って。できるよね。え、これでできる。だって俺がこうなってるっていうこと。チョコレート以下の男は全員いけるとか。あ、言い方悪いじゃん。あんた可愛いよ、本当に。自信持って持って。いければホストも出れるぐらいで。ホスト出れるぐらいの可愛さ持ってるってこと。なんか違う気がする。テンプロに多分この人人見知りな気がする。誰かのバージョン見知り。チョコレいける。え、チョコレートから照れずに行ってみよう。ほんま落としに来てほしい。一回こじらせた女やる。やりやすいと思うんで。チョコレさ、結局さ、そうやってお仕事ばっかりで私のことなんか別に好きじゃないんでしょ。好きやで。好きじゃないじゃん、絶対に。伝わんない。そう、なんかどないしたら伝わるじゃん。自分で考えてよ、そんなの。いや、ほんと休みの日さ、まあ俺の仕事ばっかり忙しくて、うん、会えてなかったし、うん、時間作るからさ、どっか出かける。それだけじゃ嫌だ。それだけじゃ嫌な、うん、何が欲しいじゃん。今何か示してほしい、愛を。今何か示してほしい。いや、好きじゃないんだ、やっぱり。そうやってさ、好きってのが全然伝わってこないもん。俺の行動とかでも。行動とかでも全然伝わってこない。で、何がしてほしいの。考えて、自分で何をしたらあたいが喜ぶか考えな。というわけで、夢のようなひとときから一夜明け、現在次の日の朝なんですけれども、ほんまにほんまにチョコレートかっこいい。もうどうしたらいいかわからんから、ほんまにチョコレートかっこいい。チョコレートチョコレートチョコレートかっこいい。チョコレートほんまにかっこいい。無理やばいよ。なんかほんまに私今まで絶対ホストにはまらへんわっていうすごい自信あったけど、チョコレに関してはあれにハマる女の子の気持ちが痛いほどわかるって感じ。あー、かっこよかった。いやでもほんまにかっこよかった。え、でもほんまになんかあれは、なんかこう男っていうかオスみたいなこうかっこいいっていうより、ほんまに少女漫画とかに出てくる男の子って感じすぎて、なんかその、何？恋とかじゃないな、もはや。もう、って感じ。でもほんまになんかこれに関してはマジで多分映像で見てもあんまりチョコレートの魅力って分からへんと思う。なんかほんまに実物の空気感とか、実物のなんか、実物の方がかっこいいなぁ。生冷凍やな、やっぱ生チョコ、生チョコレート、生チョコレートがいいんやな、やっぱなぁ。どうしたらいいやろ、こんなぁ。好き！ほんまに好き。チョコレが好きって思ってる女がいっぱいおるんやな、これの中には。まああれやな、身近にまずヤピコがおるもんな。なんなんやろな。あれはかっこいい。強く生きるわ。でもほんまにな、あれ現実の恋愛はできへん。なんかもうおこがましい、おこがましいってなっちゃう。それこそ推しやな。推しレイトとしてチョコレートに会いに行くのはほんまにおすすめするわ。でもみんなハマりすぎないようにだけ注意して。バイ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 レイト、バイチョコレート好き。チャンネル登録よろしくね。3日後チョコレート、チョコレート、チョコレート、チョコレート。
これもうやばい、どうしよう。ホストに行った日から3日が経ったんですけれども、やばいわ、チョコレドキドキがすごい。まだ未だにドキドキできる、思い出しドキドキ、思い出しニヤニヤがまだできてしまうレベルには私の脳内がチョコレ色に染まってると言っても過言ではない。歌舞伎町だ、まあ、チョコレに会いたいの、会いたいの、あーチョコレに会いたいなって気持ちがループループする、頭がどうにかなりそうだ、チョコレート大好き、チョコ